キュレーションイコールまとめ、番組独自の視点で沖縄に関わるさまざまなプロジェクトを紹介し、そのプロセスや携わる人々の思い、成長などにフォーカス。ネット自動検索にはない番組ならではの価値判断で沖縄の面白さをまとめていく番組、プロジェクトキュレーション098TV。どうですか、このスタジオ。めっちゃ可愛いです。黄色と、うん、ありがとうございます。はい、ね、また今日も可愛い子が来ていただいてるんですけど。はい、狩俣美里と申します。もうはい、よろしくお願いします。21です。ゆういちね、フレッシュフレッシュフレッシュ。ゆういちはだって今ミディアムレアぐらい。なんでそれミディアムミディアムレアなんですか。うん、いいのレアついて。うん、だからちょっと微妙な感じじゃん。その硬いのか柔らかいのかないのかって。硬いのか柔らかくないのか。そう、その微妙な。はい。洋服とかバッグとかって好きですか。はい。ファッション好きですか。ファッション大好きです。アパレル販売やってるので。そうなんですね。その販売員さんの目線で、はい、その商品を売り込んでいこうとするじゃないですか。うん、どんな風な目線でその人に商品を選んでいく。あー、でもやっぱ一番はこのお客さんがなんか興味持ってるもの。似合わなくても売りつける。ちょっとボーダーこれ伸びてますよ、それ伸びてるので、これにしませんかという話もする。しますします。あ、伸びてますとは言わないです今年のトレンドのカラーって何色ですか。わー、ホワイトとデニム。へえ、カラーが、うん、まさにじゃないですか今日。あ、ね、そうです。すいません、黄色と黒でいや、いい色です。 098TV。 今ここにあるバッグがあるんですけど、うん、ちょっと手に取って見てもらってもいいですか。はい。これ何でできてると思いますか。これ軍の払い下げのやつ。そう、硬いですね。で、匂いとかもまだちょっと残ってる感じなんですよ。あ、本当だ。で、実はその素材に本当になんていうの、うん、ストーリーが隠されていて、うん、今日はその、 あのブランド、うん、メイドインオキュパイジャパンっていうバッグのブランドなんですけど、うん、それをご紹介したいと思います。県内でも有数の基地密着地域、宜野湾市。そんな宜野湾市にレキオという店がある。本日はそこへ取材に訪れた。レキオは沖縄発のファッションブランド。沖縄の自然を感じる優しい色味と遊び心のあるデザインのドレスが特徴で支持を得ている。デザイナー兼オーナーである嘉数義成氏。嘉数氏にはもう一つ特別なストーリーを持つブランドがある。それはメイドインオキュパイドジャパン。嘉数氏は軍の払い下げ品を集め、その素材をもとに新たな製品を生み出すメイドインオキュパイドジャパンというブランドを立ち上げた。メイドインオキュパイドジャパンのもともとの意味合いは、第二次世界大戦以降アメリカの占領下にあった日本が海外へ商品を輸出する際に義務付けられた表記である。半世紀以上にわたって使用され続けた軍用品は独特の風貌があり、その質感を生かしたバッグや服を生み出している。最初はね、うん、軍物のこのリメイクだったりとかは学生の時からやってて。あ、そうなんですね。そうそうそう、本当に身の回りにあるものでただ物作ってただけだったから、まさに学生の時なんて、まあ、金もないし、払い下げ屋に行って、うんうんうん、そういう軍物を探してきてはなんかリメイクして、うんうん、たまたま自分がそういう軍物の払い下げ屋の倉庫とかにしょっちゅう出入りしてたから、うん、まあ、顔見知りになって、まあ、なかなかこう入れないような倉庫にも行けたりとか、うんうん、ちゃんとしたブランドとしてやらないといけないのかなって考え始めたきっかけとしては、まあ、この染色とか織物の作家さんの中に、まあ、あなたの作品はどうしてもちょっと好きな子できないんだよねっ
っていうのを言われたのが一番きっかけです。コンセプトが自分の中に全然全くなくて、面白いだから面白いから作るっていうことだけをやってたの。でもちょっとこうそれを考え直して、制作をし始めて、ブランド名もメイドインキパイドジャパン、占領下の日本製として、まずそういう皮肉った意味でのブランドの名前でやっていこうと思って。かかず氏がメイドインオキュパイドジャパンを立ち上げるにあたり、相談役であった沖縄スタンダードの牧師奈美氏、彼女もまた軍と沖縄という環境に影響を受けた創作活動をしている。軍物ってなんでかっこいいかって、機能に特化してるからかっこいいじゃないですか。機能だけじゃ物足りなくて、もう一つ何かメッセージが欲しいっていうような人が多分増えてるんだと思います。それにピタッとこう彼がハマったんじゃないかなと。これはね、実際のもうテント、本当に普通の、あの野営用の、どのぐらいだろう、この7面隙ぐらいあるんじゃないかな。全部広げたら、広げて、洗って、たわしてこすって。お母さん、私からするとおばあちゃんたちがあのテント地を使ってあのセーラー服を縫ったとか、なんかそういうこともまあ聞いたりするんですよ。だからなんか、あ、そういうこと、まさにそういうところに何かを見つけ出すって、なんかちょっとこうワクワクするというか。沖縄から発信するブランドとしてあるメイドインオキュパイジャパン で、で名前もちょっと皮肉っているというか、あの、まあ、アイロニーを利用したネーミングになってるんですけど、どうですか、実際触ってみたりして。いや、僕ね、商品としてちゃんと成立してる感がすごい。そうですよね。 iPad だったりちっちゃいノートパソコンだったりを入れられるので、こういう風にちゃあの持って、ちょっとビジネスチックな感じなんだけど、あのアーティスティックなちょっとイケてる感も出るんですよね。でしっかり収納もできるって、なんかショッピングテレショッピングかと。いいじゃんね。いい、かっこいい。いい。だこのね、あのストーリー聞いてて、共通するなと思ってるのが、あの、まあ、沖縄のデザイナー界の巨匠、山内光子先生、思い出すんだけど、米軍の古いあのパラシュートでドレスを作ったり服を作ったりっていうことで、布がない中でもでも縫製したいって、でそれで来て喜んでもらいたいっていうところからみんなスタートしてるわけ。沖縄こんなストーリーいっぱいありますよね。だから多分それってその人が生きていく上での知恵だと思うし、それでも生き抜いてきた人たちがいて今の社会があるんじゃないかなって思うんだよな。だけど僕は意外なのは、まだ30代の経営者で当時そんな発想、そんな世界観とは違うわけじゃん、日常が。でその日常の中であえてもう一回その目の前にあったとはいえね、こういう商材に手をつけてそこからこのおしゃれなものを展開していこうって思ったことがね、ものすごく衝撃。そうなんです。でこれ70代のおじいちゃんがやってたらさなんか、ね、この払い下げ屋さんの延長線かなと思うんだけど、まず30代の子がこれ作ってんだよ。もう一回その原点に立ち返ってさ、なんかそんなストーリー求めて作られたっていうのがなんかものすごく新鮮。はい、そうなんです、そこがなんかこれを取り上げたいなって思った今日理由なんですけど、まさに沖縄 の、 このネガティブをポジティブに変える力というか、そこを本当にひしひしと感じたので、そこの部分をぜひストーリーを知っていただきたいなと思う、ということで次の VTR を見ていただきたいんですけれども、はい、メイドインオキュパイドジャパン、使用済みとはいえもともと戦争などに使われた素材を使用したブランド。制作にあたり周りからの反感はなかったのか。本当は、この作品の意味としても、なくていいものだと思ってるから、ね、戦争っていうものがあるからこそこういうものが生まれてきてしまったっていうものは反面としてあるから、自分たちの場合はもう身の回りにそういうものがあったばかりには、自分がそういう
ことを思ってこういうものを作り始めたっていうのがあるから、クリエイティブな仕事をしてる人間ってやっぱりあの素直だし自由なんですよね、うん、だから感動したら影響すぐ受けちゃう、うん、でそれが別にアメリカのものだろうがアフリカだろうがそれは関係なくて、多分沖縄の人にとっては周りに日常にその影響を受けるものがやっぱりアメリカ文化がまあ多いっていうのはそれはもう当たり前のことで、あの政治とかそういうこととは全く無関係に本当にかっこいいなと思ったらかっこいいわけだし、でやっぱりそれに影響を受けてどんどん自由にやっていくのがまあ私たちの仕事でもあるんですよね。まあ多少批評というかちゃんと説明しないと勘違いされるかなって、うんうん、ただの軍物好きっていうわけじゃでもないから、うんうんうん、まあ、軍物のねそういう極限な状態でも命を守るとか機能性だけを追求する部分っていうのはまあかっこいいかなっていう部分はあるけど、まあ、ある反面ね、人を殺すための道具だったりとかする反面もあるじゃん。そこをこう肯定するわけではなくて作り変えて日用品として実際にライフスタイルに溶け込むような形で作り変えていくっていうのが自分たちのやる意味、うん、この商品を持つことでなんか暗い気持ちとか、うんうん、そういうなんかこう重いメッセージとしては受け入れてほしくないなって、うんうんまあ、それはなんでかといったら自分たちはそういう意味として やってないしなんかこう戦争のこと分かってほしいとか、うんうん、なんかそういうことを別に言う気もないし、そのまあ大きいメッセージを自分たちで持ってるわけもないし、そこに関しては自分たちの作ってるものを持ったりすることでちょっとした何か気づきがあればいいかなっていうふうに、うんうんうん、まあそれはやり続けることでメッセージはどんどん強くなっていくのかなと。美里ちゃんは沖縄のブランドに限らず、うんうん、なんか好きなブランドってありますか？好きなブランドは結構ずっと好きなやつは世界の有名なビクトリアシークレットが一応結構ビクトリアシークレット分かります？知ってます。おお、さすが僕らが最初ブランドとか言われた時に目についたのは小学校5年生の時にメンズヤギのラコステとかね、マンシングとかゴールデンベアとかアーノルドパーマーブランドっていう感じ、ね、それがメーカー品だったんだよ。フェスティバルビルっていうのができて、うんうん、でそこにビギとかメルローズとか、うん、いわゆるパーソンズとかなんかそういう DC ブランド系が徐々に徐々に入ってったのね、はい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 、あのシーンでだいぶ変わってったもん、うん、沖縄がってことですか？沖縄が着るもの変わってったし、なんか富裕層向けのやつは多少ありつつ、うんうん、例えば表参道で買える銀座で買えるみたいなやつが尻を締めつつも、ね、今はフォーエバー20なんだっけ H&M とかそうフォーエバー21とか、うん、その世界でちょっと安価でおしゃれなものっていうものに今、うんうんうん、マーケット変わり始めてるわけでしょ。そうですね、若い子は特にやっぱりなんて言うんだろう、安価手に入りやすい、うんうんうん、お求めやすいっていうのが魅力だと思うんですけど、うんうん、ユニクロさんなんかもそうでしょうしね。まあ、それはなんか好みもあると思うんですけど、質というよりはその安さというか、まあローカルな沖縄に限らずローカルなブランドはそういうふうなこうファストファッションのブランドに比べて生産量が限られてる、その分やっぱり単価を上げないといけない、だからこそ質を追求してちょっと高くてもこれがいいっていうふうな人たちに提供できるようにっていうポジションを取ってる。098TV。 実際沖縄のブランドって知ってるものありますか？沖縄でって言われたらちょっと分かんない。羊羹とか、羊羹ね、ピクチャーズっていうのがあるんです。あと一線のとこもあるじゃん。はいはいはい、カバーズ、うん、クリンチ T シャツは、クリンチ T シャツまああれも間違いなくブランドでしょ。まあブランドですねで実際その沖縄のブランドの中でストーリーがあるものがいっぱいあると私は思ってるんですよ、うん、なので私はそのブランドに込められた思いというか、実際いろんなこうブランドがあっていろんな名前があってネームがある中でなんでこれが好きなのかっていうのを考えた時に、もちろん値段だったりデザインだったりっていうのはあると思うんですけど、そのブランドが発信するメッセージというか、それを考えたことってありますか？
いやー深いですね。深いですよ、うん、好きっていうのであれば、うんうんうん、そのブランドのコンセプトだったり方針だったり、うんうんうん、そのブランドが何をミッションとして活躍活動していってるかっていうのを知ることって大事だなって思うんですよ、うんうん、選ぶ、うんうん、自分が好きなブランドを選ぶというか、これ流行ってるよこれ買えって言われてるから買うのじゃなくて、うん、そういう風に選べる消費者が増えていくと、うん、だん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 需要と供給のなんて言うんだろう、バランスが取れてくるっていう感じがしますね。でこのメーカーさんがブランドが目指すべき道っていうものをね、ちょっと知りたい、ぜひ私は紹介したいので、うん、次の VTR、うん、はい、見てみましょう。かかずしの手掛けるメイドインオキュパイドジャパン、最近では県外や海外からも反応が来るようになっているという。彼らは何に惹かれているのであろうか。だからね、なんでうちらみたいなのを探してくるのかなってやっぱいろいろ聞いてたら、やっぱそういうストーリー買いっていうかさ、うん、これをやる意味っていうのがビジネス以外の意味があるから、今後やりたいなって思ってるのが、沖縄のそういう軍物だったりとかっていうものからちょっとまた視野を広げて、まあ、海外、うんうんうん、そういう軍とか基地のある駐屯してるところとかの、そういうそこのそれを沖縄に持ってきて、同じコンセプトで、まあ、平和へのメッセージ変えて、うんうん、日常に変えるっていうのを沖縄から出していこうかなっていうのを、はいはいはい、やっていきたいなと。例えば内戦のあるところに行って、はいはい、こうそういうところから持ってきて、いいですね。まあ、政治的に、まあ、戦争はもちろん反対だし、あっちゃいけないことなんだけど、でもだからってアメリカが嫌いなわけではないし、うん、アメリカ文化が嫌いなわけではない。で、かかずさんがかなり影響をやっぱり受けられて、でもそれでもどんどんこう前にどんどん進んでいくっていうのはすごく勇気があるなと思うし、うんうんうん、多分みんながやってることを彼はすごく分かりやすく発信しているんだから、うん、本当はこれを、ね、姫百合の塔とかに所蔵したいなと思ってる。でもなかなか話聞いてくれなくてさ、これやってる着物をパラシュートで作ってたりとかさ、はいはいはい、そういうのが所蔵されてたりするから、逆に自分たちがこういうのをやってるのにも意味があるから、これをぜひとも置いてほしいなとは思ってるんだけど、うん、それを今年やりたいなと思って、ちょっと有名だったら結構言うんじゃないですか。ここにね、青い文字で、うん、Not for fight, but for peace, made in Occupy Japan って書いてあるんですけど、戦いのためじゃなくて平和のためっていう本当にシンプルなメッセージが込められていて、本当にこれでなんか重い気持ちになってほしいとかそういうものではなくて、生活の本当になんかさりげないものでアイテムでやっぱり平和っていいよねっていう気づきがそれぞれこう使っている人のライフスタイルの中にちょっとでもあればいいかなっていう。で実際に今ロンドンで販売が決まっているお店があったり、あと台湾、香港でも決まっているところがあるんですけど、日本の中よりも、まあ、もちろん沖縄ではこういう素材が見慣れているっていうこともあるので、やっぱり外の方が珍しがるというか、でこのストーリーに本当にもうわってなって問い合わせてきてくれる人がいたり、すごいっていうふうに評価を受けてるんです。でね、またタイミングが合ってるよね。アパレルやってたら分かると思うんだけど、ね、今また MA1 が復活してみたりとか、あるいはそのカーゴパンツがよりそのディープなものを求められるようになってったり、めっちゃ詳しいじゃないですか。、ね、だからどちらかというと、もう2000年代の前後あたりのブームがもう一回来てる感じがするね。そう、もう一回来ますよね、やっぱ。だからその流れと今この市場って俺合ってるような気がするんだよ。まあ、海外の人からこれいい、うん、これいいっていう風に言われて沖縄の人が気づくんじゃなくて、うん、沖縄の人をもっとなんか自分の中でこれかっこいいよねと思っていって、うん、まあ、ここからブームが始まるような感じでもかっこいいかなと思うんですけど、うん、まだまだなんかそういう鑑賞能力というか、そこがまあ沖縄の人にあるのかどうかっていうのが
ちょっと私の中では疑問です、うん、はっきり言って。いや最近ねたまたま特番でやってたんだけども、その横須賀の、横須賀って今あの、まあ、神奈川県の中にあるから都会のイメージあるでしょ、うん、ただ過疎のそのスピード感でいうと今全国1位って言われてるわけ。じゃあこの横須賀ってこれだけあの第7艦隊がいて、で軍と常に向き合って生きてる地域なわけでしょ、うん、でそれを肯定も否定もせずにその現状を子どもたちがイメージしてデザインしたいってことで、だから横須賀バーガーってあったじゃん、はいはいはい、ハンバーガー、はい、あるんですね、横須賀バーガーっていうのはそのご当地バーガーで結構名を挙げたハンバーガーなんだけど、でそれをもじって横須賀パーカーって女子高生が企画してパーカー作ったんだよ、でそれも第7艦隊 のロゴを入れて、でも完全にちょっとアーミー的な仕様のデザインのパーカーを女子高生が作って、でそれが今大ブームになっちゃってるのよ。これ買いにわざわざ来るんだってみんな。そんなのをその18歳の女子高生がやったっていうことがすごくて、面白い、こんなおしゃれな街横須賀に来てよっていうのを伝えたかったらしいんだよ。でこれも一つ似てて、30代の青年が戦争賛成反対とそんな次元じゃなくて、でも目の前にあるじゃんって、であるものを生かしてなんかおしゃれに展開していこうよってみたいなね、そんな気持ちで取り組んだ事業ってさ、なんかこう共通するものあるなと思って見てるね。昨日の夜、うん、このかかずさんから電話があって、そういえば H って詩人だよねって言われて、そうですよって言ったら、じゃあなんかその前に詩人なのか、詩人ですよなんかメイドインオキュパイジャパンにちょっとぴったりな詩を、詩というかフレーズを考えてよって言われて、それを書いて送ったら、なんとメイドインオキュパイジャパンと AH のコラボレーション商品を1日で作ってきたんですよ、すごい。どうですか美里さん、めっちゃ可愛いですね。Peace lets us stay together、 平和があるから一緒にいられる、家族だったり、そういうなんか大切な人のことを思った時に、平和があるからこの子のこと守れるんだなとか、一緒にいられるんだなっていうのをふと思うことがあって、だから Don't cry, don't fight, live and love って書いてあるんですけど、泣かないで、喧嘩しないで、生きて愛してっていう意味なんですけど、素晴らしい、すごい、この番組初初コラボレーション素晴らしい、なんと、ゼロキュアチ TV から抽選で1名様にプレゼントします。応募方法はですね、よく聞いてくださいよ。この放送後に YouTube に6回目のゼロキュアジ TV の映像がアップされるんですけれども、 Facebook のゼロキュアジ TV のページからその映像をシェアした人の中から抽選で選んで、これをプレゼントしたいと思います。素晴らしい、素晴らしい、そうなんかお後がよろしいようで、お後がよろしいようでありがとうございます、ありがとうございました。素顔のボス何言ってんだ Next on 098TV Japanese Kawaii Culture、 世界が注目する日本のかわいいカルチャー、ここ沖縄でもかわいいを代表する女の子たちを発掘すべく動き出したプロジェクト、その名もチュラドル。オーディションで見ることができた彼女たちの熱意に迫る。